男児。はい、皆さんおはようございます。さあ行きますよ行きますよ。2022年10月15日土曜日でございます。どうでもいい話なんですけど、さっきからこの糸のほつれが気になる。どうでもいいよね。意外と車の中にハサミとかってないね。道志川沿いのキャンプ場全制覇に向けてひたひたと前進している私でございますが、本日いよいよ44キャンプ場目、まだ一度も行ったことがないキャンプ場でございます。道志川沿いのキャンプ場の中では結構古いキャンプ場の方に入ると思うんですが、マニアックなキャンプ場だと思いますよ。今まで看板はよく見ておりました。あの看板でもいつも不思議なんだよね。本来曲がらなければいけないところを45メーター先に行ったところに45メーター手前で曲がってくださいと書いてある、あの看板が。いやもう過ぎちゃってるじゃん。ってあのキャンプ場です。その名前は大きい栗と書いて大栗オートキャンプ場でございます。あ、ちなみに私栗があんまり好きじゃありません。栗ご飯、モンブラン、他にもいろいろありますよね。全部嫌いです。でもここ数年ずっと苦手だなと思っていたパクチーを最近食べたらめちゃくちゃうまかった。そんなこともあるから栗も好きになってるかもしれないね。まあそんなくだらない話はちょっと隅に置いといてですね、久しぶりのソロキャンプ楽しんでいきましょう。道もまあまあ混んでるんですが、ゆっくり行きましょうか。ゆっくり道志44カ所目大栗キャンプ場、お前は一体どんなキャンプ場なんだ。行こうぜお、看板が見えましたね。よし、この後ね、すぐなんですよ。ここだな。ここ確か左ですね。これ左曲がります。よいしょ、確かここだと思うよ。この橋渡んじゃないかな。あ、ここだ。これ右ですよ。もうここです。はい、曲がりましょう。 OK、 スイート。ちょっとね、ここでね、お電話をしたいと思います。はい、今着きましてですね、お電話を差し上げて、で今ここまでオーナーさん来ていただけるということなので、少し待ちたいと思います。はい、オーナーさんね、来ていただいてね、今後ろからついてきていただいてますね。この坂下がるんだ、すごいね。下に川が見えるぞ。おお、いいじゃんいいじゃん。いや、武骨だね。武骨じゃん。そこに止める感じか。ここかな。どうやってここ止める？よいしょ。はい。はい、大栗キャンプ場さんの一番下にね、張らせていただくことになりました。これ見てよ。まあ狭いは狭いけどさ、車ここまで下ろして、ここ僕独占でございます。で、なんとなんと、こっち見てください。ほら、道志川がっつり、はい、流れておりまして、いやいやいや、ここでほぼほぼ私乾ソロ状態になります。後ろはね、こう山ですけど、で上にね、あの先ほどの橋がかかってるんですが、いやいやいや、ここ見てよ。いや、ロケーションは最高ですよ。ほら、見て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 。でこれ、ね、階段があるので川で降りることができます。後で行きたいと思います。ということで、あそこの車をこっちまで降ろして設営をしたいと思います。はい、こんな感じで車を下ろしました。で設営をさ、ここにね、狭いけどここに
晴れば目の前川なんでいいでしょう。で、設営する前にちょっと向こうね見させてもらいましょうか。行きましょう。ダン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 ジ。いやー、もう手つかずの自然って感じでさ、まあいろんなものがね転がってるし、まあ見た目という意味ではさあれなんだけど、目の前は道志川ですし、最高よ。うん、僕はねこういうキャンプ場嫌いじゃないんですよ。でこっちに、あそこ滝があるな。うん、でここに橋があって、これ渡ると、ああ、こう水島ね。これ出んのかな。よし。あ、出ます。オッケー。で、こっち、ここになんか広島置いてありますけど、で、なんかビッグマロン号っていうのがね、あるって聞いたんだよな。よいしょ。こっちね。うおー、でさ、あっち。あっち川をさ、渡ってあっちでもキャンプする人がいらっしゃるみたいですが、こう下が川なんでね、いつもは丸太の橋をねかけてらっしゃるらしいんですけど、やっぱ川が増水して流れちゃうんだって。最近はその橋をねかけられないので、このままにしてるみたいなんですけど、まあ武骨な人はあっちまで行くだろうな。あ、でこっちに、おお、あったビッグマロン号ありましたよ。これはちょっとネットで見てきたんだよ。ほらここにありました、ビッグマロン号ね。でこれに荷物を乗っけて向こうに渡すと、そうするとさ向こうにキャンプエリアがあるという感じですね。はい、でここまでか、ここまででございますね。で実は先ほどのところから、坂をね僕は下ってきたんですけど、左の方にぐっと上がっていくとねまたエリアがあるらしくて、そこがトイレらしいんですよね。だからトイレ行くにはちょっと厳しいけど、まあ僕一番下あそこでねプライベート感満喫したいと思います。はい、ちょっと上にも行ってみましょうね。はい、あの奥がね私がいるとこですよ。でこっち側今ね降りてきた方、ここをねちょっと上がってきましょう。さっきこっちから来たんだな。でこれをまだ上の方に行ってみたいと思います。そうするとまずこちらに一つねソロができそうなエリアが一個ありますね。まあ、車ではちょっと渡れないけどさ、こんな感じなんで、あそこにソロスペースがございます。で、あ、こっちもあるよ。ほらここもありました。そしてこっち来て、あ、結構な坂だよな。はい、でここにもありましたね一つ。はい、でこれが一番上なのかな。あ、でこれがトイレか、ちょっと見ようか。はあ、おい、すげえトイレだな。え、これ開いてんの。開いて、あー、和式ですね、和式のトイレ。うん、普通の一般的な和式のトイレでございます。はい、もう十分ですよ、私にはこれがあれば十分です。はい、でこれ一番上が、はい、ここに少しこういうスペースがあって、そこに筋目があるということですね。これが大栗キャンプ場さんの全貌ということで、はい、伝わりましたでしょうか。はい、戻って設営しよう。はい、それでは大栗キャンプ場の一番下のこの狭いところ、確かに狭い、でもこれでもいいじゃないか。行こう。
ヒルがいる。うにょ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 う。ダン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 ジ。はい、到着10時、今現在12時でございますけれども、設営が完了いたしましたよ。はい、今日はこんな感じにいたしました。もうね、サイト自体は狭いんですけど、バンドックのソロ TP1 だったら十分でしょう。はい、こんな感じでございます。で、下がちょっとね、湿ってるので、今日はね、お座敷はやめて椅子スタイルに出しました。いつものようにこんな感じに道具を置いております。ダンジの焚き火台通称版でございます。冬になってですね、急にご注文がたくさん入ってまいりました。ご注文方法、そして商品の詳細は概要欄をご覧ください。そして上にはダンジの鉄板ごとくという商品も載っけております。はい、そしてこちらベアーボーンズのレイルロードランタン、そして撮影用の安いライト、そしてあそこにですね、これですね、私の好きなこのライトを、はい、ロープ杭150センチをぶっ刺してですね、あそこにつなげております。そして向こう側には同じく150センチのロープ杭をぶっ刺して、ここにですね、はい、ベアーボーンズの、はい、このライトですね、ペンダントライトつけております。そしてこちらにはゴールゼロも置いてですね、今日から導入のこのシングルバーナー、外の ST310 だったかな、はい、今まで使ってきましたコベアちゃんがね、やっぱもうちょっとね、寿命でございます。かわいそうですけど、さよならということで、こいつに交代ということでございます。そしてこんな感じでございますよ。はい、こちらはね、はい、もうプライベート感満載。はい、私ここでカンソロでございます。はい、動詞がゾカーッと流れていて、後でちょっと降りてみますけどね、ここに階段がねあるので降りることができますよ。で、今日はちょっと蒸し暑いのと、ちっちゃいヒルがね結構まだいるね、まあ、しょうがないんだけど、はい、そんな感じでございます。ということでさ、喉渇いたからあれ飲もうよ。あれビニール挟んでる。ちょっと半中なんで近く近い。冷えとるね、冷えとるね。いや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 、ここのキャンプ場前評判はそんなにいい感じじゃなかったんですけど、俺ここ好きかも。やっぱり俺は武骨系キャンパーなんだな。隣に川が流れてるし、この全く整備されていないこの感じ、むしろ良くね。
ということでちょっと向こう見てみます。はい、こんな感じでございますよ。ちょっとねこれ画角的にはまっすぐというよりかは右手を見てる感じなんですけれども、私が今座ってる方向から右側を見ております。道志川が流れておりますよ。最高でしょこれ。ちょっと立ってみようか。よいしょ。はい、こんな感じでございますよ皆さん、まあ、ここにね、はい、車を置いておりまして、もうほぼほぼね通路みたいなところなんですけど、一番ねここ最奥なんですよ。はい、最奥だからこの奥は行けないんです。で上にね先ほど来た時に渡った橋があるんですけど、この下が、はい、道志川が流れているということでございます。カンソロでさらにこの雰囲気、私独占状態でございます。ちょっとさ下降りてみます。いやいや行こうよ行こうよ、ほら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 、皆さん見てくださいよ。はい、この手つかずの自然という感じ最高でしょ。いや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 、超武骨でいいじゃない。全然いいですよ。はい、整備はされておりませんが、これこれ見てよほら。はい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 、ほら最高でしょ。キャンプ場じゃないの。ただあえて言うのであれば、道志道からちょっと近いのでバイクの音はね結構するかな。うん、そんな感じでございます。でもさ、こんな場所に私カンソロですよ。どうよどうよいや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 、たまらないよこれは。いつもご視聴ありがとうございます。男児の厚尾が目指すのは世界で一番元気になるキャンプ動画。断じ。